国鉄一13,700経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別も存在した一13,800型についても本項目で解説する。一13,700型は、 アルコール専用の35トン石タンク車として1969年1月31日から1974年2月19日にかけて5ロット30両が富士重工業一社のみにて製作された。本形式の他にアルコールを専用種別とする形式にはた2000系、タム8100系、タサ3000系、タサ3200系、タサ3500系、タサ500 5000系、 滝500系、滝600系、多岐3500系、多岐7200系、滝7250系、滝13800系の12形式が存在した。所有者は内外輸送1社のみであった。1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。35系に属するタンク体はステンレス構成であり、 積み込みはマンホールからの上入れ式、荷下ろしは、土質管を用いた下出し式である。車体色は、ステンレス G 色であったが、晩年は銀色に塗装された。寸法関係は、全長は 12010mm、全幅は 2720mm、全高は 3860mm、台車中心間距離は 8210mm、 事業席は44.8立方メートル、地上は15.5トン、換算量数は、車五5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41E-12 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が、JR 貨物に継承されたが、2007年10月に、 最後まで在籍した24両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数は次の通りである。多機13,800型は、種類専用の35トン石炭ク車として1969年4月18日から、同年7月11日にかけてにロット25両が、富士中工業一社のみにて製作された。 記号番号表記は特殊表記符号公前知し小滝と表記する。本形式の他に種類を専用種別とする形式には他に例がなく唯一の存在であったが1988年7月6日に14両がアルコールへ専用種別変更された。アルコールの比重は種類より軽いため専用種別変更された車両は 積載荷重が28トンに減トンされ、化製品分類番号年31が表記された。所有者は内外輸送1社のみであった。35系に属するタンク体はステンレス構成であり、積み込みはマンホールからの上入れ式、荷下ろしは土質感を用いた下出し式である。車体色はステンレス G 色であったが、晩年は銀色に塗装された。寸法関係は、 全長は 11300mm、全幅は 2600mm、全高は 3660mm、台車中心間距離は 7500mm、自用席は35.0立方メートル、自重は14.8トン、換算量数は、積車5.0、空車1.4であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。 1987年4月の国鉄分割民営化時には全社の車席が JR 貨物に継承されたが2007年8月に最後まで在籍した7両が廃車となり同時に形式消滅となった国鉄滝13,800経過車に関するカテゴリーありがとうございます